読売中高生新聞プレゼンツ実力レコメンリスナー事件簿よいしょ。この時間はリスナーの皆さんから身の回りで起きた事件にまつわるタレコミを募集し、鬼デスクののりさんと新人記者の私菅井優香が聞き込み取材をしていきます。さあ菅井さん、今日もよろしくお願いします。紹介した事件は厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本誌に記事として掲載されるかもしれません、うん、さらにネタを紹介された方にはもれなく番組オリジナル手帳をプレゼントいたします。はい、では横之助さん、メールを紹介お願いします。はい、今週は宮崎県ラジオネーム坊主改め角チェリーさんからの情報です。はい、僕は先日生まれて初めて女性とデートしました。コースを決め身だしなみとドバッチリだったんですが、予約していたレストランで5軍の控えらしい事件を起こしてしまいました。しかも2つも。さすが。あまりの不慣れさに1人になった後ちょっと泣きそうになりました。おめでとうございます。いや、坊主改め角チェリーはもう5軍ティーンの専属モデル、カリスマモデルとも言われた。そんな。あ、そうですか。すごいですね、5軍。でも2つもその五軍の控えらしい事件を起こしたっていう、はい、気になりますね。その辺もやっぱり専属モデルの時ありますよね。セブンティーンみたいに言わないで、五軍のカリスマ。ちょっとそれ話してみますか、ね、残念でしたね、角チェリーね。いやいや、また今度話を。いやいや、もしもしましょうよ。しますか。わ、はい、かりました。それじゃあ坊主改め角チェリー、話を聞かせてくれ。もしもし。あ、もしもし。こんばんは。こんばんは。さあ、坊主改め角チェリー、今おいくつになったっけ？23歳になりました。あ、そっか、23歳。23歳だとデートとかもそらされるよな。気になるよ。どこ行ったの？青島っていう観光名所があるんですけど、うん、そこのイタリアンレストランを予約していきました。イタリアンレストラン。おしゃれ。おい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 。すごい、最初からすごいね。でそれも何、レコメンからもう去ろうとしてるってこと、そのもう。あ、もうちょっと卒業しようかなと。ダメダメダメ。卒業しないで。イタリアンレストランって。あ、そう。でもまあ、なかなかそういうの行かないからね、もう彼女のためにちょっと奮発したんだ。高いんでしょ？あ、そうなんです、高かったんですよ。ねえ。はい、すごい。一人前ってどのぐらいするもんなの、イタリアンレストランって。あ、気になる。コースによって違うんですけど、パスタがだって一皿1500円とかしましたもんね。そうそう、パスタ、パスタ1人前なんてね、全然食べた気しないじゃない。あ、もう1500円もするっていう。でもコースでいっぱい出てくるから多分、ね、そうなんですよ。でその2つも事件起こしたっていうから、それ聞かし、1個ずつ聞かせてもらおうかね。まず1個目の事件なんですけど、うん、あの予約してたコースが、うん、あのアルコールも含まれるコースやったんですよ、2人ともお酒飲めないのに。あ、飲めないのに。あ、はい。どうしたんですか、飲まなかったの結局。それで飲まなくて、なのにあの、うん、変更できなくてですね。あー、そっか、はい、コースだと約2000円ぐらい割高になりました。あそれはちょっと、ね、もうたまらないよね、目の前で2000円がびくともしない、ずっと目の前にある感じでね。それ以外にもなんか普通のソフトドリンク頼まなきゃいけないから。そっか。あ、そうなんですよ、ね、それちょっとショック。彼女に対して水でいいじゃんとは言えないもんね。さすがにちょっと言ったんですけどね。言ったんかい。はい、ちゃんと思ったこと言いたい。頑張ってくねって言ったんですけど。さすが五軍ティーン。それが1個目の失敗ね。はい、2個目の失敗は何で、2個目の失敗が、うん、もう仕方ないからなんか頼もうやってなって、うん、で自分エビのパスタ頼んだんですよ。はい、でそしたらあの、うん、殻がついたエビが3匹ついてきて、すごい、ね、でこれどうやって食べようかなと思った時に、うん、自分貧乏性な家庭で育ったんで、うん、あの殻を剥かずに頭からバリバリ食べたんですよ。いいじゃん、たくましいよね。そうですよ、いいですよね、うん、そしたらですよ、店員から、うん、いや今月頭から食べる人は初めて見たって言われて。じゃあ出すなよだよね。めんどくせえよ、ね、そんな。それであの、うん、帰りの車の中でその女の子からも、うん、いやもっと上品に食べてくれんって言われて、うん、ちょっと嫌がられます。いや難しいね、こういう食べ方迷っちゃう時ある。菅井さんどう、その食べ方わかんないからさ、うん、でも残すのは悪いと思ってエビを頭から食べるって。全然、私だったら笑って、ねえ、うん、なんかそういう食べ方あるんだみたいな感じで食べないもん。盛り上がりそうだ。いや俺だったらもう食べないものを皿に乗せてくるな派だからね。あ、やっぱのりさん一緒ですね。そうだよね、だって分かんないじゃない。そのですよね、分かんですもんね。礼儀的にはこれ食べないとエビに悪いよなとかさ。私エビは喜んでますきっと、ね、食べてくれて。その見た目を、うん、見た目でも楽しませようってことなの、それともうちはもうちゃんとした、うん、
エビを使ってる自慢、うん、何なんですかこれは。見た目じゃないですか、ね、見た目、うん、あそうなんだ、それでそのデートの手応えはどうだったの、その、その後なんですけど、うん、今次のデートの約束もしたんですけど、うん、で次シフト表を見てくるわって彼女が言って、うん、でそこからまた1週間返信が来てないんで、うん、多分振られたやろうと思います。1週間か、お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。どうなんだろう、でもちょっとその彼女の中で分かんないけど、どこかそのここは譲らないみたいな、どこにそういうポイントがあるか分からないから、それがもしかしたらそのエビだったのかもしれないし、うん、ね、そうなんですよね、エビ大きいですね。いやもうお疲れ様でしたしかないですけど、はい、また戻ってきました。いやこれ店員さんもさ、うん、まあ、そのちゃんと調べていけって話なのか知らないけどさ、俺昔ね、うん、あのクーポン高い店だったからクーポンが使えるっていうから、そのクーポンをさ、うん、取っといてそれをさ、はい、提示して、はい、しかもまあその女の子がいないところでね、はい、トイレに行くふりしてこれ使えますよねってこう聞いたらね、店員さんが使えますよって言って、はい、でトイレ済まして帰ったら、はい、俺のとこまたね、その戻ってきて、はい、すいません先ほどのクーポンはもう期限が切れて使えませんってさ、その女の子の前で言いやがってさ、それちょっと恥ずかしい、超恥ずかしい、もうやろうと思って、ね、気遣ってほしいですよね。そうですよね、そうなんですよ。まあでももう逆にさ、これを失敗で終わらせないためにも、うん、次からは気をつけたりとか、うん、なんか、うん、なんかそんなに気遣わない、なんかもう普通に食べ方分かってるもの食べに行った方がいいんじゃない、普通になんかもう、あの赤ちょうちんのお店とか一緒に行けるような子とかを見つけてたら、いやすごい、自分だけ結局今イメージがいいわ、そんな私じゃそんな赤ちょうちんの店とかでも嬉しいとか今言ったでしょ、信じれない、そんな本当に行くの菅井さん、そういうとこ行けます？行きたいですよ、そういうとこ憧れるし。そうすか、でもお酒飲めないのか、そっか、そうだね、うん、でもそういう焼肉でいい、結局焼肉ですよ、焼肉とか楽しめる、なんかつけて食うだけでしょ結局ね、ん、はい、焼肉なんてそのそんなに変わんないでしょ高級店もそうじゃないところもそうなんじゃないですか、ね、いやちょっとなんか坊主改めツノチェリーちょっと応援しますから、うん、いや、うん、また終わったわけじゃないと思うから、ね、またいい振られっぷりを期待してますからこっちはきっとリスナーさんは勇気もらってると思う、ね、じゃあ、はい、さすがに菅井さん無理か、こんな、はい、ね、もう失敗にしまくった坊主改めツノチェリー励ますような言葉なんかないでしょいやいや、あるの、あります、お願いいたします、はい、はい、坊主改めツノチェリー元気出してラブバリキー、ありがとうございます、ラブバリキラブバリキ初めて出ましたよ、夏が始まりましたね絶対いいことあるからすいません、はい、時間の都合上割愛させてもらいますね、その坊主改めツノチェリー頑張ってね、頑張ってね、ありがとうございます、ラブバリキだからお願いいたします、はい、ありがとう、ありがとうございました、いやいいね、ちょっと いやいいですね、いい失敗だよね、うん、絶対やんないよりやってよかったし、後に笑い話になるいい失敗でございます、うんうん、本当にありがとう、うん、このコーナーではリスナーの皆さんから身の回りで起きた事件を募集中、受付メールアドレスはレコ@joqr.net です、件名のところに事件簿と書いて送ってください、放送後には実際に読売中高生新聞で働く記者の方から電話取材を受けた後に厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本紙に記事として掲載されるかもしれません、うん、そしてネタを採用された方にはもれなく番組オリジナル手帳をプレゼントいたします、たくさんのメールお待ちしております、さらに今回取材した内容は YouTube の文化放送チャンネルでアーカイブ配信されますので、そちらもチェックしてください。